クレーンに吊られる高さおよそ20メートルの巨大なクリスマスツリー。函館で毎年行われるイベント、クリスマスファンタジーのシンボルです。今朝、船に引かれながらゆっくりと函館港を移動し、イベント会場となる金森赤レンガ倉庫群前に到着しました。ツリーは道産のトドマツにおよそ15万球の電球が施されていて、イベントでは海の上でライトアップされ、函館の冬を彩ります。ツリーが輝き花火も上がるクリスマスファンタジーは、今月30日から来月25日まで毎日行われます。